踊り手の方は、はい、若い方がやられる。今年3年入ったっていうことは、いや、去年1人残ってまして、はい、去年、今年は2人新しく入ってきました。はい、で、ジョンジーマ、脱げる、入ってくる人がいれば脱げて、入ってくる人は脱げてやるんですけど、まあ、なかなか今、少子化で子供はいないんで、長くやってる人もいます。はい。はい、あと、それと、まあ、この獅子校長っていうのは、はい、年高っていうのがおりまして、まあ、年高が責任を持って仕切って、でそれをその、まあ、飲み食いじゃないんですけども、それに伴ういろんな世話をする方が、私たち2人がこう、はい、毎年2年間ずつやって、はい、で1年抜けて1年、2年、1年やった人は残ってっていうことで、でダブらせて今やってます。なるほど。はい。なかなか世話も大変ですよね。まあね、はい、準備と日程のそういった組み合わせの部分が、はい、まあ、決まってはいるんですけども、結構買い出しに行ったり、いろいろなそういうのが大変ですね。はい、ありがとうございますけども。はい、どうもご苦労様でした。今年新しく入った人も2人入ったっていうの、はい、2人。あ、2人。今、高校生。高校1年。高校1年。で、前からやってるの？はい、高校3年で、3年間やってる。と、2人入ったから、2人は脱げちゃったのね。一番下から、あ、ありがとうございます。ここに行きます。そこにビール持ってる？またお願いします。そちら若い順から踊っていくっていう原則決まりになってる。それでずっと新しいのが入ってこなくて、もうすごい困ってた時期があったんですけど、2人入ってきたおかげですごい楽になったみたいな。先輩になってたわけだ。はい、どうですか、練習きつかった？きつかった。でもくじきつんじゃやめて怒られちゃう。はい、やっぱ自信ついた？あれ踊ってたのは何をやったの？花自信。はい、どうでした？うまくいった？いや、そんなに見せは分かんない。いや、うまくいったってこと。でも俺は長いでしょ。だから大変だよね。よくしかし覚えたなぁと感心しました。で、一応これね、全国に流れちゃうからどうする？大丈夫？いつ流れるかとか、いつ流れるかとか、そういうのは本当ね、頑張って明日か明後日あたりにアップするから見てちょうだい。じゃあこれを食べて疲れを取って、まだ朝んだよね。はい、あります。大変だ。何で入れれば出ますか？ね、ちょっと待ってね。はい、学校の勉強も一生懸命やってください。これで一応昔は1年前の大人に認められたわけだから、どうですか？もう大きな顔して歩けんだよね。はい、先輩方はいい先輩ですか？優しい先輩です。厳しかった？はい、はい、こちら観音堂なんですよね。観音堂の法の三匹姉妹って言われます。今ジュースいただきましたね。真っ
暗か、真っ黒黒すけ、真っ暗だね、本当に真っ暗だね、うん、真空の闇っちゃこの頃だな。でもね、これね、コンクリートにしたからよっぽど白くていいんですよ。ああ、本当ですね。前なんてもう、こうして水はもう山水だからね、はい、こうして網に塗られてひどいですから、うん、まあ3年くらいかけてこれやったってことか。3年かけてやったってことね。一品はなかなか大変ですよね、これね。